機体検知管の使い方。機体検知管は空気中の酸素や二酸化炭素の体積の割合を測ることができます。それでは使い方について説明しましょう。まず、機体採取機とチップホルダー、ゴムのカバーを機体採取機セットのケースから取り出します。 次に3種類の気体検知管を用意します。これは酸素用検知管です。二酸化炭素用検知管は2種類あります。赤い箱は0.5%から8%用。黄色い箱は 0.03%から1%用です。調べたい二酸化炭素の体積の割合に応じて使い分けましょう。機体検知管の先をチップホルダーの穴に入れ回して傷をつけるときれいに折ることができます。機体検知管の折り口は 大変鋭いので、直接手で触ってはいけません。折り口で怪我をしないように、一方の先、メモルの数値の小さい側にゴムのカバーをつけます。向きを反対にすると、正しく調べることができませんので、注意しましょう。 ゴムのカバーをつけていない側の先を、機体採取器に取り付けます。機体採取器のハンドルが押し込まれた状態で、2箇所の赤色のガイドマークを合わせます。ガイドラインに沿って、ハンドルを一気に最後まで引きます。この時、 カチッと音がして固定されますので、ハンドルから手を離し、約30秒から1分間ほど待ちます。決められた時間が経ってから、変色した部分のメモリを読み取ります。この場合、 二酸化炭素の体積の割合は約0.1%と読むことができます。使用した直後の酸素用検知管は熱くなっているので、触ってはいけません。変色している部分が斜めになっていたり、薄くなっていたりするときは、 その部分の中間の数値を読むこととします。これらの酸素用検知管の場合、酸素の体積の割合を、上は約20%、下は約16%と読むことができます。使用済みの機体検知管は、燃えないゴミとして処分します。 酸素用検知管は、検知する部分が白くなったことを確かめてから処分しましょう。